私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。森保マジック再び DF 酒井不安が欠場、 MF 森田が先発、ターンオーバーを意識した26人体制で臨む。世界で最も美しい女性として人気女性サポーターが国際的に注目される。総力戦で1次リーグ突破を目指すコスタリカ戦に向けた公式会見。森保監督は引き締まった表情で決意を述べた。厳しい試合を覚悟しないといけない。今持っているものを全てぶつけられるよう戦う。1次リーグ E 組の日本は27日午後1時日本時間午後7時からの第2戦でコスタリカと対戦する。日本が勝ち、同組のスペインがドイツに勝つか引き分ければ日本の決勝トーナメント進出が決まる。26日はドーハの拠点で最終調整。負傷者が出る中、森保はじめ監督54は総力戦で2連勝を目指す。GK 権田修一33イコール J1 清水イコールはレフに自信を見せた。選手起用は1試合目の疲労を考慮して決めたい。右 SB は負傷の境に代わり山根が入る見通し。左右の SB をこなす長友は今後右での起用も考えられ、左は伊藤に頼る場面も出てくる。初戦で出番がなかった選手は飢えており、左ふくらはぎ痛で出遅れた MF 森田は悔しいと先発に意欲を見せる。1次リーグは中3日で3試合を戦う過密日程。同監督は兼ねてターンオーバー、選手の大幅な入れ替えを視野に入れると明言してきた。先発の顔ぶれをガラリと変えてくる可能性もある。初戦では強豪ドイツからドーハの奇跡と呼ばれる大金星を挙げた。後半の布陣変更や攻撃的な選手を送り出す積極采配で逆転に成功。一方で右サイドバック SB の酒井が肩もも裏、センターバックの不安が右肩もも裏を痛める代償を払った。この日午前の練習でも2人はピッチに姿を見せず、出場は厳しい状況となった。コスタリカは初戦でスペインに0から7で大敗。追い込まれた状況となり、日本戦に全勢力を傾けてくると予想される。どう仕掛けてくるかわからないが、前から来ても守備を固めてきても対応して最終的に試合をものにしたいと森保監督は自信を見せる。この試合に勝ち、同日に行われるスペイン、ドイツでスペインが引き分け以上の結果を残せば、日本は1次リーグ突破が決まる。国民の皆さんに非常に喜んでいただけたという情報を見ている。ベストを尽くしたい。前回よりも3人多い26人の登録メンバーをうまく使い分け、疲労を分散しながら目の前の一戦を勝ちに行く。サッカー通として知られる庄野さんの人気ぶりに韓国メディアも熱視線。カタールワールドカップ W 杯を現地観戦する日本人女性サポーターが FIFA 国際サッカー連盟の国際映像へ映り込み、めちゃ可愛い、美人と反響が拡大する中、韓国メディアも日本の W 杯美人と熱視線を送っている。話題を集めたのはガールズバンドペラドクスクスのドラムを務める庄野さん。サッカー通としても知られ、ツイッターのプロフィール欄には、レアルマドリードとジュビロ磐田とビゼットとグティで生きてます、と綴られている。そんな庄野さんは、カタール W 杯を現地観戦。自身の SNS は連日更新され、日本代表のユニフォームを身にまとって、カタールを満喫する様子がアップされている。その姿は FIFA の国際映像にも映り込み、ツイッター上では、韓国の地上並みにも映ってたみたいで、韓国の方々からめちゃくちゃフォローされる W ありがとうございます、と報告した。国内ファンからは、めちゃ可愛い、美人、といった声が続々と寄せられ話題となる中、その反響ぶりに韓国メディア、文化日報が注目。女性ドラマーが日本の W 杯美人として人気を博している。韓国のテレビ番組でも紹介され、日本では W 杯美人と呼ばれている、と伝えている。
記事では、日本で世界一の美女、キファ公認美女などとその人気からニックネームで呼ばれるようになった、とも紹介。一人の日本人女性サポーターの美貌ぶりに、海外メディアでも早速熱視線が注がれていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。